The Westall UFO Encounter Incident is an event that occurred on April 6, 1966, in Melbourne, Victoria, Australia. Around 11 o'clock a.m., for about 20 minutes, more than 200 student teachers at two Victorian state schools witnessed an unexplained flying object. which descended into a nearby open wide glass field.1966 年4月6日、オーストラリア・ビクトリア州でウェストール UFO 遭遇事件というのが起きています。午前11時頃からおよそ20分間、2つの州立学校の200人以上もの教師と生徒がその UFO を目撃し、 その UFO は近くの空き地に降りてきたと言われています。学校中がパニックになったことは言うまでもありません。報告によればその物体はその後北西の方向に上昇していったと言われています。広しは浜間市、ジャパン。 この事件の特徴は200人以上もの200人以上もの教師と生徒がそれを目撃しているという点ですまた当時新聞などでも大きく報道されていますがこの事件についてもそうですがその直後から政府機関がこの事件に介入し教師や生徒に勧告令を敷いています新聞の記事にもそうあります教師もも生徒も沈黙を守っている。 そしてその後、新聞発表であれは新型の飛行機だったなどという報道がなされています当日その UFO を写真に収めていた女性教師もいましたがその写真は政府関係者によって没収されてしまったそうですその写真を含めて当時の記録は公文書館などにも残っていません大変奇妙な話ですが当時のオーストラリアは 保守政権下ベトナム戦争に参加し国全体がある種の緊張状態にありましたが200人の教師や生徒たちの口を封じ込めることはできませんでしたそうした人たちが今見たものは見たと声を上げ始めています相次いで報道機関がその事件について報道し始めていますそれがウェストオール UFO遭遇事件です。I see Andrew Greenwood, the science teacher, coming towards me, and he said, "Did you see it? Did you see it?" And he pointed up in the air, and I said, "No. See what? I have a very, very clear picture of him, and I remember almost exactly uh, what he said. And he said it was up in the sky. It moved at incredible speeds. it, it, it hovered." it It seemed to go away, and there seemed to be light light planes running around it. Sort of stopped dead, um, and stopped dead in the air, and then it just sort of started descending straight down, and so it got down about halfway up that gum tree or above the goalpost and sat there for a while, and then it just sort of lifted straight up and then just took straight off. This thing went down behind the trees, then it came up. ウエストール中学校で起きた事件をですね画面を見ながら追いかけてみたいと思います。まあ、こうしたイラストはですね、まあ、当時の人たち目撃者の証言によってできたものだと考えられます。まあ、こののようなディスク上のですね 円盤、UFO が現れたとで、その一機の UFO が近くの空き地に着陸したということなんですね。そしてまあこういう人たちがですね、その時の様子を証言し始めています。で、こうした事件が起きたということなんですけども、ま,あ、まず第一に考えられるのはこれは何かということなんですけども、まあ、飛行機や、まあ、当時の、ね、ヘリコプターではこのようなども、まあ飛行機や当時のヘリコプターではこのような まあ、パニックにはならなかったものと考えています。で、まあ、約200人の教師や生徒たちがそれを同時に目撃したということなんですね。で、それが、まあ、当時はですね、観光例が惹、まあ、かれてですね、そして、まあ、黙っていると一人女性の先生がですね、このようなカメラを取り出して写真を撮ったと。で、その後にですね、 まあ政府関係者か軍の関係者か分かりませんけれども、関係者が来て、そのまあ写真といいますか、フィルムを持って帰ったということですね。まあ、そういうふうにして隠蔽工作がなされたということもだんだん分かってきたわけです。でもこのように UFO を捉えたと。で、こういう奇妙な鳥がたくさん描かれている点ですね。鳥たちもパニックになったということなんでしょうか。 1で一人のやはりこう研究家の方がですね、追跡、調査をなさったわけですね。でこの人も証言者の先生の1人なんですけども、別の先生がですね、見たか見たかってやってきたと。それで何を買っていって、まあ、見ると、そこに UFO が飛んでいたということなんですね。まあ、そうした証言をですね、元にこうした絵が描かれたということになりますで。この人はあの辺りを飛んでいたということを今証言しているところですね。 でこの人もそうなんですねその、まあ。降りて、そして空中に上がって、そして瞬間に、えー、風とともに去っていったと、まあ。そうした様子がこうして、まあ、動画化されて、えー、発表されているわけです。でこ,まあ、こ,れこの前後にですねもう一つこのこなってますか別の事件が起きているんですけどもね。でこのの、まあ、ウェストオール中学校の 生徒たたちはです、ねまあ、パニック状態になったでしかし一人だけそのこの絵を見ると女の子です、ね、が UFO に近づいていったと。で、数メートルの至近距離まで行ったということなんでそうですねで。そうした証言も出ているわけです。まあ大変興味深いと言いますか、えー、UFO が着陸する、まあ、飛んでる様子はね、よくあのまあ紹介されてますけども、着陸しているというところは、 まああのしたというまあ遭遇事件というのは少ないわけですよね。でまあ、そういった意味でも大変興味があるわけですけどもね。で、まあ、これはあの、は、ま、の、あ、オーストラリアでパイントリー、あるいはガムトゥリーって言いましたよね。ユーカリの木の林がある。そこまあ軍の関係者が政府の関係者がやってきて、あこれはあの救急車救急隊ですね。そして、その女の子をまあ助けたってことということ、まああの表現されていました。で まあ何しろずっと封印されてきたと言いますかねあの冒頭で言いましたように1966年って言いますと、まあ、オーストラリアまで白コ主義の国でしてねそしてまああのベトナム戦争を一緒にアメリカ軍と戦っていた時代でもありましてね大変まあ保守的で、えー、そうしたまあ自由な雰囲気というのはなかったってことをどっかで言っていましたね、まあ、ともかくこうした UFO が着陸したということです。そしてそれをです、ねまあ、目撃者の一人の人がです、ね、このような詳細な,なんて言いますか絵にしてまあ残していたと,ということなんです。まあ、これが一番正確な絵ではないのかなと思いますけどもね、まあ、こうした U UFO が現れたということなんですね。まあ、この方もです、ね、懸命にその時見たものを記録に残そうとなさったんでしょうね。その気持ちは大変よく理解できます。でこうしてまあパニック状態になったと。 まあ何か大変なことが起きたということですよね。あるいは大変なことと言えること以上のことが起きたということになります。まあその時の予想、この動画の中で語っておられますけれども、興味のある方はですね、今、ウ e ストール l、えー、UFO エンカウンターってというのであの検索してくださいますと、こうした動画をですね、まあ、いくつか拾っていただけると思いますので、そちらをご覧になったらいいかと思います、ね。で、このカメラがですね、先ほど言いました、あー 女の先生が撮られたカメラそのものがなんか渡されたみたいですね。で、まあ、こういった証言もあったはずなんだけども、このフィルムがあるはずだけども、探してみたら、一貫も残っていなかったということも、この動画、ここですね、ここで紹介されています。まあ、そうした動画があるはずなんだけども、その缶を開けてみたら、中は空っぽであったということがまあ分かったと。まあ、このまあ研究者の方はそのように報告しています。 まあこうした事件が起きたわけですね。ここからまあ新聞記事、当時の新聞記事なんですけども、まあ、みんなが沈黙を守っているということ書いてありますね。で、女の子の、この女の子の意見も見た様子もね、あ証言も書かれているわけですね。で、まあ、このような形だったということも表現されているみたいです。まあ、こうした、そのなんて言いますかね、事件があったと言いますがこれをその、 えー、なりますか見間違いであるとか、幻覚であるとか、集団ヒステリーとか、そういったふうに片付けてしまうことは、私はできないと思いますね。で特にここですね、4行目、5行目、ハンプル e ありますね。いわゆる、まあ、そうした証言がですね、みんなあいわゆる、まあ、発表をです、ね、阻止されたと。そういうようなことが新聞記事に載っていますね。えー、were hampered。で、まあ、要するにまああの圧力がかかって、まあ、当時はですね、みんなそれに従ったと。 ですからまあ沈黙を守ったと。教師以下、生徒たちも沈黙を守ったと。でその当時の校長の息子さんだったか娘さんが、ね、ここで登場してきますけどもね、えー、そしてその校長だったその自分の父親の、ね、証言などもここに交えて報告しています。で当時、この女の子だった人もですね、 がですね。ま体育ま逆光催眠ですね。をかけられかけてまあ、当時の様子を語っている様子も、この動画の中で紹介されています。そしてですね。こうした人たちがですね。40数年とて言いますかね。年月を経てですね。そしてまあ、皆さんがで、ね、少しずつ証言アジア。 始めたとということなんですね,ねその中のもう一つの証言がです、ね、その着陸現場を除いていた子どもがいたんですね、そしたら、軍の関係者が来て、トラックから、ね、兵隊さんが降りて、その辺りを、まあ、ガイガーカウンターのようなもので放射能を測って帰っていったということが報告されています。 でこのその時、そのこちらのね松林の方から、パインツリーの間からこう見てた子供たちがいたんですね。そうした子供たちが今、まあ,ま,あまあ私とほ,ぼほとんど同じ年齢になってるんですけども、そういう方たちが今、証言をなさっているということになります。そしてその UFO が着陸した後には、ですね円形のなんてますか円模様のようなものが残っていたと。まあ、これがその円形の模様のようなものなんですね。えー まあここに UFO が着陸していたということになるわけですね。草がまあ倒れているところに注意してください。でこれに対して当然、軍の方っといいますかね、政府関係者は、あれはその何でもないんだと、新型の飛行機が実験って、まあ、だったというようなことをこうして発表しているわけです。夜、まあ、要するに隠蔽工作が始まったということですね。 そして一方で観光令を引いて、そして言わさせないようにして、そして証拠を隠滅して、そして、なんて言いますか、別の偽情報なんですから。これは現在の NASA たちがしている上等手段ですね。一方で、なんて言いますか、潮らしく宇宙に、なんて言いますかね、探査機を送りながら、一方でまた別のことをしている。同時にですね、この、これはマッシュルームタイプ UFO と言ってますけど、これがあの同時にその頃、目撃されてるんですね。 でこれはその,その目撃した方の証言なんですけども、こうした UVFO みたいなのがあって、そしてこの人が近づいていくと、ですね大変奇妙なことに、車のライトがありますね。あれがあの屈折したというんですね、その UFO に向けてあのライトがあったのまず光まで曲げてしまうというテクノロジーを持っているということになるわけですね。ここにフライングマッシュルームと書いてありますね。そ,して、まあ、そうしたものもこの前後に。 まあ目撃されて写真に収められているということなんですね。まあ、そうした証言もこの同じ動画の中に収録されていました。まあ、ここですね、このライトがですね UFO に近づいた段階で言えば、まあ、そうですね、屈折し、直角にって、まあ、直角じゃありませんけどね、屈折したと。まあ、そうした証言も出ているわけです。いわゆるまあ光って光そのものも屈折させてしまうテクノロジーですからね、大変なテクノロジーですからね。はい まあそれをまあこの人もね40年の沈黙を破って、私は証言しますということで証言なさっておられるみたいです。まあ、これ、何でもまあそう、そうでない方になそうでないかもしれませんけど、何でもないこと。でも、やっぱりこう一般の人がね自分の名前と顔を出して、そしてこうして発言していくということは、大変勇気がいることなんですよね、今のまだこの一般社会においてはね。 特にこの日本というのは、まあ、そういった意味では保守性の強いと言いますか、あ民,族性民族性がありますからね、ですから、あのー、保守的な民族性がありますから、やはりこう名前を出し顔を出して発言していくということは大変勇気のいることだと思います。し、ま、し、あ、しかしこうして まあ40数年経ってね、やっぱり見たものは見たんだっていうふうにして、皆が声を上げるようになったということですね。そしてそうした人たちが今集まってですね、その父の事件をですね、語り合っていると、そういった光景も紹介されていました。皆さんはどう判断なさいますか こうした UFO 遭遇事件というのは世界中で起きています。このウェストール UFO 遭遇事件もその中の一つということになります。事件の発端は一人の生徒が窓に向かってフラスコを見ていたところから始まります。円盤形の UFO がその向こうに見えたと言います。野外活動をしていた生徒たちもそれを目撃しました。途端 学校中がパニックになりました。で、その UFO は近くの空き地に着陸したと言われています。一人数メートルまで近づいた生徒もいたそうです。が、ここではその UFO 遭遇事件そのものよりも、他の同種の UFO 遭遇事件と同じように、その直後から政府関係者及び軍の関係者が介入してきたという点に注意したいと思います。 つまりそうした事件が起きると、すかさず政府機関による隠蔽工作が始まるという点です。私が2016年3月2日、ナン、no. バー1 7 7 4で紹介したブラジル・バルジニア UFO 墜落事件もそうでした。最近では最も注目すべき UFO 事件と言われています。この事件でも政府関係者による徹底した隠蔽工作が行われています。 徹底した隠蔽工作ですそしてその時墜落した UFO の残骸はアメリカ軍の輸送機によって運び去られています。その動画はこの後につなげておきますがなぜでしょうか。アメリカのある UFO 研究家はこう証言しています。アメリカでは UFO 関連の事件は水爆と同じ水爆と同じ最高度の国家機密になっていると。 最高度の国家機密ですではなぜ最高度の国家機密なのでしょうか言うまでもなく例えば UFO の残骸にしても最高度のテクノロジーと科学的知識がそうした、まあ、残骸の中に隠されているからです。仮に UFO の飛行方法が解明されそのテクノロジーを人間が手にしたとしたらそれだけで世界の飛行機はもちろん戦闘機、 さらにはロケット、ミサイル、衛星などの飛行方法もすべて一変します。それによって世界の軍事バランスも一変します。水爆以上に最高度の国家機密であると言われても私は驚きません。まさに UFO 問題は水爆以上の最高度の国家機密ということになります。で、そうした視点で私たちはもう一度 私たち周囲を見回してみる必要があります。つまり一方に UFO 肯定派の人たちがいる。もう一方に UFO 否定派の人たちがいる。今時 UFO、そしてそれを操るエイリアンの存在を否定する方がどうかしていると私は思うのですが、UFO 否定派の人たちがいる。それはそれとして仕方のないことかもしれませんが、つまりそれはさておき、 問題は私のように UFO 肯定派の人たちがどうしてこうまで変人扱いを受けなければならないかということです。それについてはもし UFO そしてそれを操るエイディアンの存在を認めてしまうと宗教はもちろんのこと人間が作り上げてきたつまり人間が信じている文化や文明哲学や歴史が根底から崩れてしまうということがあります。 言うなればそれを恐れる人たちがそうした UFO 否定派の人たちを最後の砦りとしてそれを支えているまともには反論できないから私のような UFO 肯定派を無視しそして嘲笑う変人と決めつけることによって自分たちの優越性を誇示し維持し立場を守るそれはある意味で無意識化の行動ということになりますが もしそれが分からなければ一度そうした話を近くの学校の先生にしてみることです。先生は UFO の存在をどう思いますかとその時その先生がどう反応するかどう答えるかつまりそれがここで言う UFO 否定派の人たちの一般的な反応ということになります。私はまあそのように考えてますが一方でそういう UFO 否定派の 人たちに操られた人たちが一般の善良な人たちをさらに操っている。洗脳している。洗脳し自分で考えることすらさせない。まさにああいえばこういう式の反論が続くのはそのためです。まあ、つまりそこにある事実すらまあ見ない、見させないということなんですね。で今日はオーストラリアで起きたウェストオール。まあ 中学校ですけどもね、起きた UFO 遭遇事件を取り上げてみました。詳しくは YouTube などで広く紹介されていますので、興味のある方は一度そちらをご覧になったら良いでしょう。えー、太郎、森本さん、情報どうもありがとうございました。Thank you very much for your watching and bye. A days later, another eyewitness came forward, an English-speaking lawyer who said she had seen the actual site where the UFO was alleged to have crashed. I live about 20 minutes from the center of Virginia, uh, right on the edge of the hills and forests which circles the town. Uh, it was about 2 a.m. and I was asleep when I heard a huge explosion coming from outside. It sounded like a bomb had gone off, a huge explosion. Um, when I looked out the window uh, I could see this huge mass of fire and smoke coming from the hillside about one kilometer from my house I really had no idea what had happened but obviously it was that so I called the fire department immediately in Virginia uh, but there was no answer which I thought was strange but within a few minutes I could hear their sirens so I guess someone had already let them know um, just a few minutes later I could see like three army trucks speeding up in the dirt track which leads to where the explosions were, um, and then a helicopter. Um, I remember thinking, why, why were the army there? And how did they get to this thing so fast? It only happened less than five or six minutes ago. I kept watching as both the fire department and the army units went right to where the explosion was. But it was way too far for me to see any detail. Uh, I started to think that maybe a military plane or a helicopter crashed, uh, and that was the explosion I heard. Uh, but I still had no idea what had happened. Uh, I remember that the police and the fire department sealed up the whole area. It was only later in the day when I heard the news about these alien things, these creatures in town. And I realized that that might have well been probably was the crash site. The, that's when it all started making sense. I mean, I couldn't see much, just fire and smoke and stuff, but something crashed out there. I can 100% confirm that. 1996, 1月 20日 午前2時ごろブラジルのバルジュニアという街の近くに UFO が墜落しました。私はその墜落事件というのは本当にあったものと判断しています。でその時の報告書を見るとですね、合計8人のエイリアンが乗っていたと。で1人が死に2人が怪我をし、5人がまあ無傷でまあ生きていたか、あるいはその時に取られたと考えられているということだそうです。 でこの事件の特徴はです、ね、多くの目撃証人がいてです、ね、現在100人から200人の人たちが、まあ、現在も生きているということだそうです。まあ、この点がです、ね、あのロズウェル、まあ、UFO 墜落事件と大きく異なる点ということになります。で今、再びこの動画を見ていただいてますけれども、この動画の中にです、ね、大変奇妙なものが映り込んでいるということですで。これは何かということなんですね。で当初、私はこれ、ヒノコかなと思ったんですけども、火ノコのような激しい動き方はしていませんね。 でまあ、こうしたケースの場合は、消去法で考えるわけです。まあ、家の明かりか、もしくはヘリコプターによるもの,の,かよるものなのかということですね。でまあ、よく見ていますと、まあ、その点が移動していることからですね、どうも家の明かりではないと。となると、ヘリコプターかということになりますけれども、ヘリコプターという飛行機の特、ね、急の他の光が見えないということですね。と同時にですね、これと同じような光がですね、あのフォートバース、 まあ、エイデアアによる攻撃事件の中に、その出てくる光に似ているということです。まあ、その動画はこの後にすぐつなげておきますから、皆さん自身でまた判断していただければ結構ですけども、まあ、そうして比べることによってですね、この光がただ単なるヘリコプターの光ではないというふうに判断できるということになるわけです。ヘリコプターの可能性はないとは言えませんけどもね、まあ、その後はですね、皆さん自身の判断によるものということになります。まあ、ともかくも、この、まあ、 あのバルジニアのです、ね、UFO 墜落事件の時にはです、ね、このような奇妙な光が現れていたということですね。まあ、それは当然のことかもしれませんね。仲間の UFO が墜落したわけですからね。当然、他の UFO がその周辺を飛んでいたとしてもおかしくないわけです。今、ここに見ていただいていますけれども、まあ、拡大してみると分かりますように、円形のような感じがしますね。まあ、光ですから円形でないかもしれませんが。あ 円形ののようなものということになりますで、これは何かということになるわけです。まあ、この続く後すぐにですねあの、フォートワースの開港事件、それからあー昨日作りましたあ、このバルジニアの、まあ、UFO 墜落事件に関する動画をつなげておきます。バルジニアでは何やら大変なことが起きたようですね。 ということで、まああとは皆さんの判断にお任せするしかありませんけれども、これ以上検証しようがありませんからね。続くての動画をどうかご覧ください。Hiroshi Hayashi world. Today's story is about Fort Worth Military Base in Texas, USA。 It is widely said that UFOs attacked space facilities at Fort Worth in Texas, USA in the evening on May the 11th or 12th, 2011. Why was it attacked? Why was it attacked by UFOs on that evening? Some people claim that the incident is closely connected with the Vimana-shaped UFO. Found in Afghanistan shortly before the attack.Here is my report on the very mysterious incident occurred at Fort Worth, Texas, USA in 2011.2011 2011年の5月11日もしくは12日の日没後、アメリカ軍の中でも最重要基地の一つであるテキサスの Fort Worth 基地が UFO に攻撃されました。 フォートワース基地というのはアメリカ軍の中でも宇宙軍の司令部がある基地としてよく知られています。その攻撃により500人前後の兵士が亡くなったとも言われています。その信憑性はともかくもこの事件は実に不可解な事件です。その夜、フォートワース基地は30分前後謎の開口に包まれます。音もなく、またそれに気づいた人もほとんどいなかったようです。 事件前後の写真を比べてもそうした攻撃の痕跡は全く見られません。で、それについての動画を発表した後、そのフォートワース基地から1マイルのところに住む視聴者から連絡が入りました。何でもその人自身も気づかなかったそうです。が、事件は確かにありました。その様子を動画に収めていた人がいたのです。で、その動画をご覧いただいてますが、その事件の直後、 アメリカ政府は次のような公式発表をしています。海口現象は雷に撃たれ基地の変圧器トランスフォーマーが故障したために起きたものであると。がこの説明をに納得する人はいません。近くに雷雲があったことは事実ですが動画を見る限り稲妻は時々光る程度です。それに雷によるものならこうまで繰り返し海口現象が起こるはずはありません。 すぐに停電ということになってしまうはずですともあれその事件はありましたアメリカ政府がこうした公式発表をしていることがその証拠ですさらに興味深いことにプーチン大統領が当時は首相ですがその一週間後こんな声明を出していますこの一週間前後にアメリカ軍の基地がエイリアンに攻撃されたようだとその記録も残っていますで問題は誰がどうして ということになります。当日の動画の中には、確かに数機の UFO が映っていました。また、その UFO が、U、フォートバース基地を攻撃したという説の根拠にもなっています。で、私の方で検証してみたところ、その UFO は、かつてエリア51で働いていたことのあるチャールズ・ホール氏が目撃した、いわゆるトール・ホワイトと呼ばれるエイリアンが使っているスカウトシップ型 UFO と 形がししていましたトール・ワイトはカナダの前国防大臣の議会証言によればエリア51でアメリカ軍と一緒に仕事をしているそうです。現在の今も一緒に仕事をしているそうですとなるとここで大きな矛盾が生じてきます。トール・ワイトは一方でアメリカ軍に協力しながら他方でフォートワース基地を攻撃して,していたということになります。 トール・ホワイトがフォートワース基地を攻撃するはずはないということになります。となると、誰が何のためにフォートワース基地を破壊したのか、ある攻撃したのか。その理由の一つとして、多くの研究家が挙げているのが、アフガニスタンで見つかったビマナ型の UFO、つまりエイリアンのクラフトです。そのクラフトをエイリアンとの約束を破り、アメリカ軍がフォートワース基地に持ち帰ってしまったというのです。 裏付けは取れていませんが、そうした証言がいくつか私のところに届いています。それに、まあ怒,ったですね、怒ったエイリアンがフォートワース基地を攻撃したというのです。ビマーナ型 UFO といえばラム族、つまりレプタリアン族のエイリアン、まあですね、エイリアンの乗り物です。日本の縄文土偶を伏せたような形をした乗り物です。あるいは縄文土偶はビマーナ型 UFO そのものであったかもしれません。 火炎時にそうです火炎土器にはその名の通り火炎を思わせる飾りがついています。がそれはともかく今のところこの説明にはここにも書いいましたように裏付けは取れていませんがその可能性は十分考えられます。レプタリアンが竜はともかくもフォートワース基地を攻撃していたつまりその夜フォートワース基地の上空に現れた UFO は フォートワース基地を攻撃していたのではなく、そうしたレプタリアンによるフォートワース基地の攻撃を偵察、もしくは攻撃そのものを阻止しようとしていたということになります。この動画の中で、それをまあ、裏付ける証拠を挙げながらと言いますか。か状況証拠になりますが、それを挙げながら皆さんと一緒にそれを考えてみたいと思います。動画の説明をします。 これがですね、アメリカ軍の中でも最重要軍事基地の一つであるフォートバース基地です。まあ、ここにですね、宇宙軍の総司令部があることでも知られています。そのフォートバース基地がですね、2011年の5月11日か12日、11日と書いてあ,るのもありますしまた別の まあ、記事によればですね、その周りに出された新聞によれば、12日、火曜日の夜とありますから、火曜日で調べますと12日ということになります。ともかくもこのような開口現象が起きました。今、丸の中に UFO が映っています。で、これに対して、まあ、アメリカ政府はですね、 カミラリによる変圧器の故障、あるいはカミラリに打たれたためにでよりですね、変圧器が故障してこのような開口現象が起きたと説明しています。まあ、そうした声明を出していること自体がですね、こうした開口現象が本当にあったということになります。で、この開口現象が本当に変圧器によるものなのかどうかですけどもね、えー、変圧器によるものであるならば、即その周辺が全て停電ということになるのではないでしょうか。 あるいは電気が切れてますから、次の変圧器に、まあ、そのこうした開光現象が起きるということはありえないわけですね。もう電気を止めてしまいますから、ね、まあ、パッと映ったのが雷の光や雷航だと思われます。まあ、そういった中でこういった開光現象が起きたわけですね。 でこれが CG によるものではない、つまり、えー、光を後からつけたものでないということはです、ね、この光ることによって、その周辺のがです、ね、明るく照らし出されるということです。で近くのビルも中深く見ていただくとわかりますが、その反射光が映るんですね。 今、パカパカッとこう5つか6つ並んでいるところに、開口が出ましたね。まあ、というふうに考えていきますと、これは CG でもない、またカメラリーによって、変圧器が故障して起きた開口現象でもないということになります。開口現象はありましたね。そして、こうした開口が、まあ、断続的といいますか、30分近くも続いたと言いますからね。 そして、まあ、空には UFO が現れて、この UFO が現れている,いるところからですね、UFO による攻撃施設が生まれたと思われます。で、この一つの UFO に着目というか注目しています。まあ、この UFO ですね。で、飛行機であるならば、いわゆる、まあ、ライトがつくはずですよね。赤と青のライトがあ,るありますけど、そういったものは見られません。 でこれをですね、えー、スカウトシップと言われている u f o と比較してみます、えー。チャールズ・ホールっていう方がですね、エリア51で、まあ、トール・ワイトと一緒に仕事をしていました。でその時にスカウトシップを目撃します。で、そのチャールズ・ホール氏の証言に基づいて、まあ、あのこうしたスカウトシップの絵が描かれました。その、まあ、スカウトシップの形と比べてみますと、 まあどこかよく似てると言いますか、漢字がよく似てるということになります。で、チャールズ・ホール氏の暴露証言といいますかね、えー、彼は退役後20年ぐらいしてからこの本を書き上げるわけですけども、その本を要約したのがこの原稿ということになります。かなりの量ですけども、全文翻訳してみました。で、その中に、えー、まあ、今言いましたスカウトシップが、あの絵が載っていました。 でこれはあの大変興味深い資料です。で、そのスカウトシップがですね、大きさは結構大きいんですよね。あのバスぐらいの大きさがあるということだそうですから、私たちが知っているバスぐらいの大きさだということです。これがその絵なんですね。で、まあ、スカウトシップというふうに呼ばれています。まあ、トール・ワイトのスカウトシップということになります。 このスカウトシップと、えー、先ほど言いましたフォートワースの上空に現れた u f o が、私は形がよく似ているというふうに判断しています。まあ。ということですね。で、まあそのチャールズ・ホール氏の証言を捉えて、カナダの前国防大臣のホンポール・ヘイデア氏が議会で証言しています。 まあそういった意味でも信憑性は高いというふうに判断してよいのではないでしょうか。で、これがスカウトシップです。高速以上の高速、まあ高速以上でね、宇宙を航行することができるそうです。そして左がフォートバースで現れた UFO の拡大写真です。そして右がチャールズ・ホーシンの証言に基づいて描かれたスカウトシップの絵です。で、同じような UFO がですね、えー カリフォルアアののクレアモントの上空に現れていました。これは Google Earth が偶然捉えた写真の中にあったわけですね。これがクレアモントです。クレアモントの上空、クレアモントをです、ね、あの Google Earth で調べて、そしてタイムマシンで過去へ順にあのめくっていってくだされば、この写真を拾うことができます。これは球体で、それであの太陽の光線。 の方向と比べてですね、両面が光っているということですね、そしてややぼんやりしている、まあ、理由はわかりませんけれどもあ、なんとなくこうぼんやりした形をしているというのが特徴ですね。で紐があることから風船だという人もいますけれども、この紐は途中で切れてますね。それに、あのー、この写真そのものが衛星から撮られてますからね。 ですからあの、例えば、下を走る自動車は、このぼや,ぼ,やぼやけていないんだけども、この UFO はぼやけているというところにも注意してください。つまりです、ね、衛星から見れば、地上,の、まあ、地上のもです、ね、このいわゆるまあ風船が飛んでいるといわれる風船だということであるならばね、飛んでいる高さもエラーの範囲、つまり同じ距離だと見ますと、巨大な風船ということになってしまいますね。つまり、これは風船ではありません。 まあ、こうしたあの写真がですね、偶然 Google Earth の中に映り込んでいたということになります。ですからまあ、家よりも大きいということになりますよね。少なくともね、あの、衛星から撮っているいうところに注意してくださいよ。衛星から見ればですね、地上500メートルも地上0メートルも同じ距離と考えるわけです。 フォーの範囲ですね。で、フォン・ポー・ヘイラ、ージ・アザ・コングレス、ユいフォース・アズ・アズ・アイアプリンス・フォー at least two of them are probably working with the u.s. government. i believe other species that i learned about were long ago called tall white. this is a story about it. thank you. to speak to a symposium at the university of toronto, and uh, i said, ufos are as real as the airplanes flying overhead. On Earth at this present time, and um, at least two of them probably working with the United States government. I, the seventh, the other species that I learned about uh, not too long ago was called the tall whites. To become spiritual beings and practice the one. でのリリでなぜあのフォートバースが攻撃されたかについてですねいろいろな、まあ、説が語られています。 まあ下はですね、たまたま福島のあの大震災の直後に撮られた海溝現象です。福島の方の海溝と大変色も形もよく似ていますが、これは変電所の故障だというふうに言われています。しかも福島の場合は1回だけですね。で、これがフォートワースですけども、繰り返しになりますけども、この UFO を拡大してみます。これがその写真です。 でこの、まあ、理由について、ですね、まああのまあ、信憑性といいますか、裏が取れないというのは、やっぱり検証できでき私の立場では検証できませんが、いわゆるあのアフガニスタンで、ですねビマーナ型の UFO が見つかるんですね。でそれをですね、まあ、アメリカ軍があのフォートバス基地に持ち帰ってしまったというわけです。それに、まあ、怒ったエリア側がですね攻撃を仕掛けたと、一説によると、500人が死んでいるそうです。 でもう一つは福島の海溝現象と比べていただきますと、大変よく似ていると言いますかで。福島の場合も、まあ、これはプラズマが、と言いますか、変圧器が故障して、このように光を出したと言われています。ですから、そのタイプの,、まあ、あの光であったということですよね。わかりやすければ。で、左が、えー、フォートワース上空の UFO、右が先ほど紹介しましたスカウトシップの、まあ、証言に基づく絵ということになります。 となると、まあ、ここで矛盾が生じるわけですね。まあ、ホンポール・ヘイディア氏の証言によれば、トール・ワイトはアメリカ軍と一緒に仕事をしている。しかし、その近くのフォートワース基地がエイ,エ,イエイリアンたちに攻撃された。となりますと、やっぱりビマーナ型の UFO を発掘したアメリカ軍をですね、そのビマーナ型 UFO を持つ、いわゆるまあ一方のエイリアン側に攻撃されたというふうに考えてもおかしくないわけですね。 でそれに対して、えーまあ、トール・ワイトがです、ねえー、スカウトシップで,です、ね、そしてその、いわゆる攻撃するエイリアンと、別のエイリアンですね、一派と、そして、えー、アメリカ軍の間に割って入ったというふうに考えるというのは、まあ、ごく自然な流れではないかと私は考えています。繰り返しになりますけども、ここに500人前後が亡くなって、まああの、アメリカにとってはですね、 えー、水爆、原爆問題と UFO 問題というのは、最高機密の、まあ、なってますか情報ですからね、そのような、まあ、情報統制がなさ感染がなされているということですね。で、これが、まあ、その記事を訳してみたんですけども、えーまあ、テクノロジーを使われたくない、えー、エイリアン側ですね、フォートワースを攻撃したということです。 でこの,があの動画もまた奇妙な動き方をするんですね。もともとの動画はですね、一度削除されてしまうんですね。しかし、それをダウンロードしてアッ,プしたのアップした方がまた別にいらっしゃいましてね、現在でもその動画を見ることができます。で30分も続いたということです。UFO が数機ホバリングしていると。 で結論ということになりますけれども、えー、ビマーラン型の UFO を、えー、アメリカ軍が発見した。そしてそのこの見つかったときにです、ね、私も記憶にはあるんですけれども、えー、国際的な会議がこのアフガニスタンでなされたという話も聞いています。日時場所はあの探していましたけれども、見つかりませんでした。で、これがまあトールバイトのスカウトシップであるということになります。 unexplained mysteries website writes about the virginia ufo incident as follows in virginia brazil in nineteen ninety six it is reported that a number of living aliens were captured following a ufo crash local residents claim that the aliens roamed the streets of the town in the early hours of the day of january the twentieth a number of which got rounded up and escorted away safely by the armed forces, aided by local firemen. Rumors suggest not all the aliens got captured and some escaped to the nearby jungle. Reports suggest a total sum of eight aliens one dead, two injured, one later dead, five unhurt, and living unknown, not captured. A number of separate encounters through the day got reported in the Brazilian place and there are currently 100 to 200 eyewitnesses still living in Virginia. Most of the reports claimed sightings of an alien with a large head and very thin body with V-shaped feet, brown skin and large red eyes. 1996年の1月にブラジルのバルジニアに UFO が墜落しました報告をまとめると合計8人のエイリアンが乗っていたと推定されます1人が死に2人がけがをし後にさらに1人が死に5人が無償で生きているか現在捉えられたと考えられています多くの目撃証人が別々にいて現在100人から200人の人たちがまだ生きているということだそうです なお死んだり怪我をしたり捕らえられたエイリアンは消防隊と軍によりどこかへ連れて行かれさらに数日後アメリカの NASA が英語を話す弁護士と共にやってきて皆連れ去ったということですさらにブラジルの若い兵士が毒殺されたらしいということもわかっていますこの事件については多くのレポートが出されていますのでここでは簡単に紹介しこの事件を別の角度から眺めてみたいと思います興味のある方はバルジニア UFO ・墜落事件で検索をかけてみてください。で、別の角度。つまり、一般にグレーと呼ばれる、頭が異様に大きく、体が細い、身長が90から120センチ前後の小型のエイリアンですが、そのグレーはどうやら大変冷血なエイリアンのようです。冷血という言い方には語弊があるかもしれませんが、言い換えると、人間的な感情や心の豊かさに乏しいエイリアンということになります。 この事件の中でも若い兵士を毒殺しています。映画、ミシとの遭遇で表現されているような、どこか子供らしい楽しさと、どこか可愛らしさを持ったエイディアンでないことだけは、どうも事実のようです。根拠はありませんが、バルジニア UFO 墜落事件を調べているうちに、私はそういう印象を持つようになりました。広瀬林、市、松マシティ、ジャパン。 それでは皆さんをブラジジルルのバルジニアに案内します。1996年にここで UFO の通落事件が起きましたこの事件の特徴はいくつかありますまず第一に目撃者が大変多いということ二つ目にエイリアンが生け捕りにされたということそして三番目に 生き残ったエイリアンがですねその,その後、このバルジニアの街の中をですね、ローム、すなわちうろついてですね、1週間前後にわたって街中が大騒動になったということなんですね。で、これが多分、まあ、その時に死んだエイリアンの映像ということになるのではないでしょうか。で、事件のあらましもう一度繰り返してみますと、1996年の1月20日にバルジニアで、 UFO が通訳したと。その様子はまあ多,くの方多くの人に目撃されていると。で、計8体のエイリアンがいたと思われると。で、2体は死んで、1体は怪我をして、まあ、そして残ったエイリアンは無傷で、まあ、いたというわけですね。で、まあ、その時の様子を表したこドキュメンタリー番組がこの番組ということになります。 この、まあ、なんていうすか、スーラー競ー,ー行ったら、消防隊員がですね大変奇妙な生き物を見たと。 まあ、そのように表現してますね。スレンチクリーチャーですね。そういうふうに書いてます。で、まあ、ここで子供、まあ、街の中でね、そのエイリアンが生き残ったエ,エイリアが、エリアがですね。And, uh, まあ、ロールした、ロールがある、まあ、うろついたというわけですね。ですから、街中の人たちがそのエイリアンを見ているわけですね。で、この人たちもエイリアンを見たということで、その高さはこれぐらい、これぐらいだったということを今、説明しているんじゃないかと思います。コンタクト で、もう一つこの,この事件で決めるところはですね、そのエイリアンを運んだ兵士がいるんですね、この若い方なんですけども、その兵士がですね、<で>その2、3歳後に死んでしまったと。それで血液の中を調べてみたら、未知のや毒物が見つかったと。そして、まあ、その,この亡くなった兵士はですね、即埋葬されてしまったんだそして、まあ、家族の人がですね、そんなはずはないんだと。元気だった人間が何も間違ったことはないはずだということを必要なさって ですね、まこうした一連の事件を指して <noise>、えー、バルジニア UFO 墜落事件といいますけれども <noise>、まあ、UFO 研究家の方によればです、ね、この事件は単なるその UFO 墜落事件ではなくて、<noise> 大変重大な意味を持つ事件であるというふうに主張なさっておられます。 で、ここに出てきますね。これはまあ血液の鑑定書もこうして証拠として出されているわけですけども、その中には毒物とあ言葉も出てきます。で、もう一つ奇妙な点はですね、そのまあ、この事件があって2、3日後にですね、NASA から英語を話す弁護士と共にがやええ、職員がやってくるんですね。弁護士は英語を話す弁護士だったってな、まあ、りですけども、そしてその遺体とエイリアンをまあ、 この貨物機に乗せて去っていたと。その貨物機には一切の識別番号はなかったということなんですね。ですから、どこ行ったかわからないというわけです。で、これが昨日作りました動画の中で、まあ、紹介したですね、えー、このエイリアンがですね、あのいわゆる、まあ、ドゥルース基地で、えー、隠し撮りされたエイリアンと大変よく似ていると。ということで、まああの これは昨日作ったあ動画ですけども、えー、ドゥルースの、まあ、グレーということになるんでしょうかね。でこれが、まあ、インチキか本物かということなんですけども、まあ、昨日作ってね、そしてこの動画作りまして、最後にアンケート用紙を入れておきました。そしたら、まあ、あ全体としてみるとね、80から90%の人がほぼ本物であるというような判断をあーしてくださいました。まああのー まあ、あのその、いわゆる、まあ、エイリアンとの取り決めでね、あの、隠し通りというか写真は撮らないということを人間側が約,し約束したんですけども、それを破ってですね、まあ、写真を撮ったものですから、それを知ったエイリアン側がですね、条約をまあリバイズしたと、まあ、改正したというふうになりますけども、破棄したとも取れるわけですね。そうした事件なんですけども、その、まあ、動画がですね、まあ、リークされているということなんですけどもね、で、 今ご覧いただいているのがその動画ということになります。この中に出てくるまあグレーのエイディアンと、それからバルジネで捕獲されたエイディアンの、まあ、あ死体ですかね、死体と大変よく似ていると。まあ、そういうふうに感じましたので、この後まあ比較していますけども、これがまああのドゥルースっていうんですけどね、向こうの読み方、英語で式の読みはドゥルースですけどもね、基地にいたで隠し撮りされたエイディアンということになっています。 でまあ、少し怖い顔じゃないのかなと思いますが、ちょっと目の部分を明るくしていましたけども、まあ、一見、ね、小さいですから、それから子供のようだから、どこかに可愛らしさがあるのかなと思って一生懸命見るんですけども、そういった可愛らしさは全然ないですね、皆さん。どうですか、えーまあ、続く動画の中で、このグレーがですね大変まあ冷血っと言いますか、あの人間に対して、ね、警告文。えー コンドゥイトイスクローインという、ね、つながりは閉じられつつなんていうタイプのエリアンですからね。もう少しこう、なってますかね、私たち人間の立場から言うと、暖かくてもいいんじゃないのかなと思うんですけどもね、そういったその、はい、遊び心的な遊びゆとりというのは全然感じられませんね。で、今、比較していますけども、左が1961年のドゥルースの拡充されたエリア、右の方が1996年、ね、バルジニアで まあ、死体となって出てきたエイリアンですけども、違いがないという意味でね、まあ、この両者は私は同じじゃないかなと思います。ただ、鼻の太さがちょっと違うかなという感じはしますけどもね、それを除けば、あとまあ、違いはないという意味でね、違いを見つけることはできないという意味で、同じではないのかなと思いますが、皆さんの判断はどうでしょうか。まあ、間にね、35年という年月がありますからね。まあ、要するにこうしたグレーの、グレータイプのエイリアンが、地上に現れている、地球上に現れているということですよね。 で、似ている、これ似ているエイリアンがもう一人で、まあ二人いるんですけど、一人は、これは私がフェルムパンで発見したあのエイリアンの顔なんですけどもね、やっぱりこう似ているような感じがしますね。ただ頭小さいかなと思います。と同時に、これはハンプシャー、UK のハンプシャーでクロップサークルにとして描かれたエイリアンですけども、やはり似ているのかなと思いますね。このハンプシャーでやられたあのエイリアンはですね、あの横線だけで、いわゆるテレビの 操作戦線と同じような方式で書かれているんですね。だから特殊な方法で書かれたエイリアンなんですよ。で、目のつり上がり方も大変よく似てるし、ただ頭はちょっとね、右の方は小さいからどうかなっていう部分もありますけども、まあ目の周りがね、黒いところなんかそっくりじゃないのかなと思いますね。えー、何かこう黒い色を塗ってるのかなっていう感じもしないでもないですけども、で、目の感じも大変よく似てると。ですからまあこれはグレーじゃない、グレーじゃないって とととと否定するこのの方が難ししいいいいんじゃないのかなか思ううう意味でねグレーというふうに私は判断していま,すまあ,あの、この顔を見て優しい、優しさがある顔には見えませんね。大変厳しいと言いますか。頭の切れる、えーまあ、エイリアンという感じはしますけどもね。皆さんどうでしょうか。あ,あまり優しさを感じませんね。という意味でタイトルを冷血という言葉を使いましたけども、それほど間違ってないんじゃないか。 と思います続くビデオの中でそれを少しずつ証明していきたいと思います。えー、それでは皆さん、バイ !For now! Right behind me is Britain's largest radio telescope, the Chilbolton Observatory, and here it was that the greatest sensation in the crop circle history was to appear in the fields right in front of the telescope. On the morning of 14th of August 2001, a formation was discovered which was different from any other previously seen. From the ground, it looked like a tangled mess, wisps of crops spread around in no system. However, in the evening, with growing shadows, a picture appeared. Unmistakably that of a face. That picture represented a whole new technique, a screen technique, the same that's used for printing a picture on paper. Three days later, the face was joined by something that looked like a data strip. Rows of counters made out of standing and flattened crop. But soon, an astonishing similarity is discovered. In nineteen seventy four, the astronomer Carl Sagan composed a message that NASA sent into space from the Arecibo telescope in Puerto Rico. Binary figures which constituted a graphic code presenting key factors about humans and the planet we live on. Twenty-seven years later, an identical pattern appears in a crop field right in front of a similar radio telescope. However, on closer inspection, it seems to show that the code contained some fundamental differences. Sagan's message explained our calculation system, the dominant chemical substances within the elements that create life on Earth, about our DNA code, humans' height and quantity, and that we live on the third planet in our solar system, and lastly, a sketch of our radio telescope. The message received described the same calculation system, but that silicon is most dominant in life forms in contrast to carbon. The drawing also clearly shows a humanoid figure with large head in relation to its body. It's also explained that they have an extra string in their DNA, are approximately four feet tall, inhabit the third, fourth, and fifth planets in their solar system, and have a population of around 21.3 billion. Underneath, the telescope has been replaced by something more complex. 1 year earlier, a strange crop circle had appeared in the same place. Is this the same illustration as in the sender's code? Is this the Correspondence Radio Telescope? If this is not an extremely clever and well-calculated joke conducted by humans, is it a serious response from an alien civilization? The Chilbolton crop formations really give new life to the speculations of who is behind this. Is it aliens? Where do they come from, and what is their purpose of this type of communication? The following year, very nearly on the same day, a new picture appears that gives new force to the alien theory. This time in Crabwood, near the town of Winchester in Hampshire. Once again we see a face, but this time there is an unmistakable resemblance to something extraterrestrial. The picture also contains a print, somewhat similar to that of a CD, with something that appears to be a coded message. This formation also has a new type of design, this time with horizontal line patterns of variable thickness, similar to that of a TV picture. The message on the disc is similar to a spiral band built up of many boxes, but data expert Paul Vige manages to decipher the message. And I had to enlarge the, the, the disc quite substantially on the computer and run some image analysis over it to make it clear, so that I could see what was a standing tuft and what was flattened. And while I was doing this, I noticed that every so often, um, there was almost a mistake in the diagram. It was, it was like there was a tuft, where the little square tuft it had done sort of half size. And I thought, that's a bit odd, it was, and, it, and it seemed fairly regular. I was going round, and I sort of counted up, and it, it was sort of literally every sort of eight bytes or whatever. And I thought, oh, eight bytes, and, you know, from computer side, um, it's obviously some sort of binary code. Um, so then I you know, did the straightforward thing, and I just converted it into ASCII, uh, which is the standard sort of you know, computer language that you encode the alphabet in. Um, and of course, I then started to get words forming out, and I thought, oh you know, getting somewhere here." So I then did the whole thing for the whole lot, um, and and got this message. The message is in English and reads as follows: Be aware with the bearers of the false presence and broken promises. Much pain, but. Is still time. Believe there is still good out there. We oppose, deceive, and the conduit is closing. まあ、エイリアン化はかなるですね、警告文というふうに捉えるのが良いのではないかと思います。偽の存在ということは、まあ、作られたいわゆる虚構の存在だということに人間が気がつきなさいと、そういうことなんですね。痛みがあるだろうけども、まだ時間,が時間は残されているというふうに解釈できます。で 我々はまだそこに善があることを信じる、あるいはそこに善があることを信じろと解釈できます。まあ、こうしたなて言いますか、抗議文と言いますか、警告文がクロップサークルを通して伝えられたということになるではないでしょうか。 特定的なことは言えませんけども1961年に撮られた写真、フィルムということになります。で別の情報数字って言いますかあのによればですね、ト、えー、ゥルース基地で撮られた写真、フィルムであるということになっています。えー、先ほどの写真と言いますか、動画よりはやや。 あの不鮮明かと思われます。まあ、こうした動画はですね、えー、コピー、またコピーされているものと思われます。で、これがあの、まあ、この動画サイトのいわゆるオリジナルの動画ということになります。で、微妙な目の上の筋肉の動きですね。 でまあ、これは1961年のに隠し撮られた、まあ、フィルムであるとするならば、当時ですね、8ミリカメラがやっとできたかできなかったか、あるいは日本で、えー、発売になったかどうかというような時期ですからねあの、カメラがなかったわけではありませんけれども、まあ、こうした映像が撮られたということですね。 で同時にこんな写真もリークされているわけですね。これがずいぶん長い間、ですね偽物か本物かということで、えー、議論されてきましたけども、今見ていただいた動画,の動画に出てくる、まあ、グレー型エイディアン、まあ、らしきといったら正確なんでしょうか、比べてみますと大変よく似ていると。ただ、顔の幅が、ね、あの違うといいますか。 写真を撮る角度が違っているのかなというふうにも感じられますけれども要するに両方とも偽物か両方とも本物かというまあここまで聞きますとね二者択一の問題になるのではないかと思,思われますで皆さんの判断でですね前々後でこの動画を紹介しましたけれども約90%の方がですね まあどちらとも分からないか本物であるというふうに投票してくださいました。まあ、偽物であるという意見も数パーセントですけどもありました。で、皆さんの判断はいかがということになるわけですけども、今ちょっとあの横縮めをしてみました、ひだの写真をですね、そうしますと全く同じようになるということです。で、もう一度検証していますね。でドゥルース基地というのはまあ一応 私に調べた範囲ではここにあると。一見すると炭鉱のように見え,見えますけども、これがドゥルース基地であると。まあ、炭鉱にカムフラージュしているとも考えられるわけです。で全体に7層になったあ基地であるということなんですね。まあ、こうしたドゥルースベースであの調べますと、こうした写真が出てくるわけです。それで、その中にまあこうした写真も混ざって出てくるわけですね。 とと、なりますとこの写真はやはり、まあ、この KGB からこの動画が出ているというふうにああの、まあ、言われていますけども、それはあの確認のしようがありません。まあ、要するにこの、この動画がです、ね、ドゥルースから出たのであれば、先ほどのカラーのです、ね、スチール写真もドゥルースから出たというふうに考えられるわけですで。前々回も言いましたけど、この目の上の眉毛、ね、それからまばたきの仕方。 などが、まあ、例えば1961年のね、またコンピューターの全くなかった時代ですよね。に、こうしたものが果たして制作可能であったかというでも一つのポイントじゃないかと思いますで。首が細いですね。で、体も小柄で小さいと思われます。瞬きに注意していただきたいんですけども、はっきりしませんけども、 まあ両目ですね、別々にまばたきしているようにも見えます。あるいは同時かもしれません。で、まあ、同時にまばたきしたり、別々にまばたきしているという感じがしますね。まあ、人間でもそれできなくはありませんけども、この辺り、まあ、ほら、ね 交互にこうなってますか、まばたきしたという感じが今しました。そんな点もこの動画を見るときの一つのポイントではないかと思われます。で、目のあたりがよくわからないんですね。今一つと言いますかく、まあ、暗い影に隠れてしまうという感じです。そして、 額体の筋肉が微妙に連動して動いているという感じがしますね。でこれは全身像ということになるわけですけども、まあ、向かって左側の目だけが瞬きしましたね。でこれは目眼球だと思われますけど、はっきりしません。少し動きがせわしないと言いますかね。 あの落ち着かない感じがします。で、先ほど冒頭でお見せしましたの4倍のスローで見ていただきます、まあ日本に言えば。日本語風に言えば4分の1スローということになるわけですけどもね、4倍スローで見ていただいています。このまばたきすると同時に目がですね、 全体に動いてるとでこれが1961年のまあ動画であるならば当時はまた CG 技術っていうのはここまでなかったとっ言いますかコンピューターそのものがない時代,時代でしたからねそれで冒頭にお見せしました動画をもう一度繰り返していますけれども翻訳は冒頭のところで紹介しました要するに、まああの 人間側の方がですね、あの約束を破って、隠しカメラで、まあ、このような写真を撮ったと、それでまああのいわゆる、まあ、ここではですね、えー、条約が改定されたということは、すなわち、まあ、会合はそれ以後なされたのか、なされていないのか分かりませんけれども、そうした会合そのものが、ですねもうなされなくなったというふうにも解釈できるわけです。 まあ、そしてこの隠し撮られたこの写真がですね、今こうして、まあ、これを葬るかどうかということは別にしてですね、リークされているということらしいですね。まあ、少しあの私も <laughs> あの画面見ながら話してますので、日本は少しおかしいかもしれませんけれども、お許しください。果たしてこれは <laughs> グレーなのか、グレーでないのかってことなんですね。まあ、これ こういう形で歩いているところを見ますと、やはりこれはあの人間が中に入っているとは思われませんが、いかがでしょうか。で、ここに書いてありますね、まあ、その事件ということは、結局はあ人間側はですね、撮影を、まあ、隠し撮りしたと、それで、まあ、条約が改定されたと、そういうことなんですね、ど,どのように改定されたということは書いてありませんけどもねで、今度は3倍スローで今のシーンを見ていただきます。 いわゆる、まあ、着ぐるみなのか、縫いぐるみなのかということになってくるのではないでしょうか、まあ。着ぐるみであるならば、大変体の細い子供が入っているということになりますかね。で横顔と前顔と比べてみますと、まあ、横縮めはして,あるしてあるというふうにはちょっと考えにくいですね。横縮めした場合には、 まあ横顔とね、あの前の顔と細くなったり太くなったりするはずですからね。で、これがまあスチール写真を起こしてみたんですけども、こうした姿であるということですね。まあ、すなわち、この写真も含めて全てインチキであるのか、全て本物であるかという、まあ、まあ、ある意味で追い詰められた卓一の 問題になるのではないでしょうか。で、皆さんのアンケートを調査という投票を用意しておきましたので、ご意見をお聞かせください。一応ポーズしてね、あのー、そしてアンケートを、あのー、アイマークをクリックしてくださるといいかと思います。Bye for now!